はいどうも今回は痛いことをしようというお話でございます。えまあ痛いことをしようって何なのって言うとお、まあ私の最近で言えば家計簿をつけ始めたというとこです。で家計簿は何で痛いのっていうとお、自分がですね、えー、本当はあら,あらわにしたくないその数字がですね、出てくるわけですよ。ただそれをやることによって、 でえー、振り返りができたり、えー、新たな発見っていうのがそれによってね、えー、出てきてます。結果的に今ここい 1>, 1ヶらぐらいやり始めてまってるんですけどおまあまあまいまあ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 で、あまあまあまあっていうのは年明け、年を明ける前からもっと前からかもわかんないですけどやってますまれによって何がわかるのっていうとお金があるあまあまあまのものは乱暴なねあま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 うなっていうものが、もう数字ですよ。あま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 あ えー、出してしまってるのでこれでそういう動きをしちゃったなとかっていうのが分かってしまうんですよねこれはあ本当短い間だと結果っていうものは出にくいと思うし短い間だとそれのですね振り返りをしてああとかね、えー、いうところはあるんでしょうけど長い時間で、ね、見て例えば今ね私のところにい、まあ、1000万円振ってきたということが仮に あったとしたならばそれの使い方どうしようかなって本気で考えると思うんですよ過去にお金が増えたなっていう時に乱暴な買い方を株を買ってしまってえ損切りをね何百万って何回もやってるわけですよで損切りを何百万何百万ってやってるのを考えるとそれを建設的に高配当銘柄に当ててたらどうなのかなとかそういう方法も実際ねえあるわけだしあったわけだし選択のね 余地として次、自分とこにこう降ってきたものが出てきたんであれば考えられるわけですよね。こう数字、ちょっと待ってと。お金入ってきた。ねえー、この前私 YouTube でこういう話を自分に対して、えー、他の方に対して言ってたとこういうところでこの動画を見てね。このと時私はこんなことを、あこういうこと言ってたよなっていうの動画を見てね。まあ、あの振り返れるわけですよね。まあ、これ動画,で動画でもそうなんですけど、あ、そうだと。 お毎週毎週つけてるそれをですねまた数字を拾ってみてずーっと見てみようとあっこの時お金増えたとあ増えたんだけどもう今こんなになっちゃってるということを本当痛いんですよ拾っていくと履歴が残っていくわけだから、あのー、それをすることでですねまたこう次に次降ってきた時次増えた時ね、えー、増えた時にそれをですね、えー、利用することができるんですね。うん あのこの時にこれをやってしまったからいけなかったっていうことができるのでまあこれはですね今後もおまあ私は幸いアプリ家計簿アプリのお ものを使ってるんでレシートとかあとクレジットカード連携とか銀行預金を預金の口座をね連携してみたりとかしてるんでほとんど手放しでですね家計簿を今管理することができてるんですけどねまあクレジットカードの中で払ってしまえばポイントはつくしその入力の手間はないしでデータはクレジット会社のものと連携してるので拾ってくれるしってことでとっても楽なんですよ。これは今後もつく 続けてえいけそうなのであのやってきます。でそれによって今度痛いことをねやっていくことによって何が見えるのっていうと自分のまあ、金銭的なねえものを使い方が見えてくるわけですよね。でもっと言うと余るお金が見えてくるわけですよ。使いすぎるかもしれないんだけどお余るお金が見えてで余るお金は次の給料が入った時っていうのはあものは 次の給料が入った場合っていうのはあそこでですねその段階でその1ヶ月にこれだけ使ったってことが分かればおおよそですね見当がつくんですよ、うん、ここ,ここのお金を残しておいていいからこの部分は先月こうだったからこの部分は残しておいていいからあとはもう全部責められるなってなってくるわけですよね、うん。なのでその痛いことをやるっていうものはその数字を明確化してそして数字を限定化することによって選定を打つことができると。 責められるっていうことですね。えー、っていうことができるので、おすすめです。1ヶ月やってるとですね、こう振り返れるわけですから、スマホでね、考えることもね、多々あるわけです。はい。っていうところで、まあ、今本当日曜のね、午後の昼下がりなんですけど、動画を撮ってます。はい、どうでもいいね、えー。っていうところで、ご視聴いただきありがとうございました。